はい、札幌占い美容室半山菓子の後藤です。今日も動画見ていただいてありがとうございます。で、今日は、パーマをやりたいと思います。でもうすでにですね、時間がかなり遅いので、前もやったんですけど、まあ、時短パーマ、最近時短パーマ多いんですけど、今日も1時間でパーマかけます。で、モデルさんの今のベースの部分がかなりですね、カラーリングしてて、なんて濡らすとですね、まあ引っかかってしまうのもあるんですけど、多分そぎのダメージと、あとカラーリングの繰り返しのダメージがかなりあってですね、乾かなそうな感じなんですね、髪自体が。なので、多分通常のパーマ液でやると毛先が、綺麗にかからない、もしくは小さいウェーブになってしまうっていうようなことが考えられます。ですので今回使用薬剤としては、スピラと GMT を使って、かけていきたいと思います。で、まあ、スピラ GMT で時短っていうのはかなり難しいんですけれども、途中裏技を使いながらちょっとやっていきたいと思います。まあ、基本的につけ巻きですので、つけ巻きの状態で、システアミンとかつけちゃうとこの状態だとちょっと危険だと思うんですね。ですので、薬剤はちょっと弱めでいけるんではないかなということで、やっていきたいと思います。であとちょっと長さがないのと、あとちょっとまあかかりづらそうな感じもあるんで、あと距離がねちょっとないんで、ドットはちょっと下げ気味でいってパーマ液弱くして、で1時間パーマで、まあ、ゆるふわの感じにかけていきたいと思います。では始めていきます。今日の流れとしては、パーマかけてからちょっと毛先軽く切るぐらいですね。カットは後でやります。で今回ちょっといつも使ってないアイテムがあります。これ、何でしょうか、皆さん分かりますか。これポンプなんですけど、ここに薬剤が入っております。でポンプ塗布するメリットとしては、薬剤濃度が低い、傷みづらい、通常使うパーマ液、まあ、このぐらいのレングスの長さで使うパーマ液の4分の1ぐらいの量でやってます。なので非常に少ないパーマ液です。で、まあ、ちょっと見てもらうと分かるんですけど、まあ、簡単で、まあ、基本的にターバンもしないので、やりましょう。とりあえず見てください。で、ポンプからパーマ液を出します。これ GMT とスピーラーですね。まあ、1時間でパーマかけるっていうことなんで、ちょっとスピードが必要になってくるんで、まあ、詳しいこのパーマ液の内訳っていうのは僕のブログで発表するので、そちらのブログをちょっと参照してください。YouTube の方では、記載しないので、ブログの方を確認していただければ大丈夫です。まずこの泡をですね、あんまり鉢から下につけますね、まず。で、バイアスに、まあ、パーマ巻いていくんですが、あ、ちなみにそうですね、この、浸透剤今つけて、シャンプーはしないのってなってるかもしれないんですけど、そんなことしたら時間がないので、このままかけます。あとで、アフターシャンプーで、いつも通りやっていきます。まあ、巻き方はね、そんな大した難しいこともやってないんですし、まあ、皆さん好きなように巻いていただければいいんですけども、まあ、僕結構基本的にはイヤートゥで取って、イヤートゥからイヤートゥをつなぎます。これは、ネープの重さのとこですね。まずここで1回、この辺っていうのはバイアスで巻いても結構あんまりこう毛先しか見えてこない場所なんで、普通に内巻きでいいと思います。でこういうかかりづらいモデルさんの場合は、あまり余計にこう考えすぎちゃうとマイナスに出ちゃうんで、もう普通に巻くのが一番いいんです。
で、巻いていきます。ここをこのまま巻きますね。で、毛先巻きで、今使うのは 13mm ですね。だいたい2回転半ぐらい巻けばいけるかなっていうことなんで、で、この3つに今毛束を取ってるんですけど、この3つの毛束の量をしっかりしておかないと、同じ量で取らないとウェーブが同じにかかりませんので、この毛束の本数ですね、これを均等になるようにしてください。で、一番右のパネルは、日本人の骨格じゃないや、日本人のつむじの関係でかかりづらいので、靴1個分右側に体を持ってきて、巻くと、まあ、より左右対称にかかるのかなと思うんで、そうします。で、今度上のセクションを巻いていきます。ここを2等分取ります。はい、2等分取りまして、止めときますね。で、もしこの時点で薬がついてなかったら、まあ、足してください。ここは4つで巻きます。この辺もまだ表面に出てくる毛じゃないので、中間巻きとかいいかなと思ったんですけど、モデルさんの髪質的に本当かからなそうなんで、このまま毛先巻きします。2回転、緑で2回転半巻きます。はい、で、ここはランダムに、フォワードとリバースをマックス、ミックスして、巻いていきますね。多分モデルさんがさっき聞いたのが、パーマ他店の美容室で傷んでるんでちょっとやめた方がいいっていうふうに言われたみたいなんで、ちょっと慎重にいかないとなっていうのがちょっとありますね。今後ろ4等分に取ったんですけど、その4等分の、毛束の量ですね、これも、均等になるように、1つの束が100本だとした場合、すべて100本で収まるようにしてください。もしくは右側、一番右側のセクションが、まあ、80本ぐらいだったりとか、まあ、極端なことというとですけど、そういうところで右側はちょっとかかりづらかったりとかするので、本数で調節、もしくは、引き出す方向ですね、それによって、ちょっと調節していただけるといいと思います。で、この表面側なんですけど、ここも、ちょっと段が若干入ってるんで、ここもね、毛先巻きでいけるかなっていう感じです。なんで、後でちょっとその中間巻きを強くする方法をちょっとやりたいと思うんで、とりあえず毛先巻きにします。はい、サイドなんですけども、サイドも、基本ベースは、内巻きで大丈夫かと思うんで、ちょっと再度ね、量が足りないんで薬をちょっとプラスしてですね、巻いていきます。もうこの下がかからない時点でもうなんかかかってない感じしちゃうんで、下はちょっと気をつけてやりましょう。ここはちょっと量がちょっとあまりないので、ここ V ラインに取ります。はい、わかりますか？ V に取ってトップ1個だけにします。そしてこの V ラインの一番先っちょのところですね、ここで2つに分けます。基本どっちもリバースにしたいと思います。ここはで薬がついてないので薬をプラスします。で、ここ厚さがちょっと何て言うんだろうな、ちょっと薄いので、そういう時はテンションを緩めにしてかけます。テンション緩めってどういうことかっていうと、優しくこうかけるというか、あんまりこう引っ張らないでかける方が理想かと思いますので、そうします。はい、こんな感じで、トップのところ、ここ V ラインに取ったところは別でちょっとかけていきたいです。でもあんまり上まで上げちゃうとちょっとかかりすぎちゃう感じがするんで、ここは内巻きにかけるとボリュームが張っちゃうんで、外ハネですね、外ハネの
の羽にちょっと巻いて根元を潰す感じでかけるかな。こんな感じですね。はい、これ終わりです。で、この辺の毛はかけない方がいいのでかけません。ポンプの作り方とかも多分皆さん知らないと思うんで、この辺もこれもこう緩くかけるっていうのはちょっとこういう風にたるませるってことですね。はい、でトップをかけていきます。トップ薬剤がちょっとついてないんでもう一回足してかけます。はい、で、トップは 前の方にシェイプして、外羽でかけていきます。外羽にかけていく理由としては根元を潰したいからですね。ひし形を作りたいからそうします。はい、これです。はい、終わりです。で、前髪は前髪の、薬は後でつけてください。前髪緩くていいんで、あんまり根元まで薬つけちゃうと根元のゴムのクレパスになりますので、クレパスならないように皆さん気をつけてください。ここからこのままの状態であればえらい時間がかかってしまうんで、ここでですね、別の薬なんですが、今の使ってた泡をちょっと混ぜましてですね、薬剤に、少しパワー強めの薬なんですけど、こちらもブログの方で紹介したいと思います。で、この泡をですね、今度どこにつけるかっていうのを、新しい毛の方にちょっとつけてあげるんですね。で、この時に、気をつけないとダメなのはゴム跡ですね。はい、ちょっとやってみますんで、時間がないのでとりあえずやります。で、表面のこういうところはあんまりつけない方がいいんですね。で、この中間、ミドル、この辺のところにつけます。この辺は毛先はもうかかってると思うんですけど、根元側がかからないんで、そこを、ちょっとこれで時短をします。はい、多分これつけ終わったらもうかかってるかなぐらいので、表面の本当つけない方がいい理由としては、ゴム跡がついたりとか表面がかかりすぎてしまうとすごい不自然なんで、表面の一段はつけない方がいいと僕は思います。なので今日も表面の一段はつけません。で、ここでちょっと裏技なんですが、このサイドの一番下の毛ありますよね。ここを、ロットだったら半分だけつけるんです。これ何でか分かりますかね。顔前の毛を強くかけすぎてしまうと不自然になるんで、ロットの半分だけこれをつけることによって、はい、裏返しつけますね。そうすることによってここはしっかりかかるけど顔周りはソフトになるっていうようなことですね。こういうのも、細かく設定ができます。で、前髪はつけないですね。緩くかけたいんで、ここはここもいらないです。で、ここもいらない。で、ここもかかんなくて大丈夫です。で、ここもかからなくて大丈夫なんで、基本的には今日は下をしっかりかけていって、そこでゆるふわ感を出せたらいいかなって思ってるんで、下をしっかりつけていきます。で、はい、これで終わったんですけども、ここで、確認しておかないとダメなのが、じゃあどれぐらいかかってるのかっていうことですね。で、そこで水スプレーが必要になります。はい、1個ロットをねちょっと確認するんですが、水スプレーでちょっと濡らして、はい、結構たっぷり濡らします。で、水スプレーで濡らして、5秒間ぐらいロットをホールドします。で、5秒ホールドする理由としては水分を取ってる感じですね。で、この5秒ホールドしたら、まずテストします。じゃあどれぐらいかかってるのかなっていうことですね。ここでちょっとこれテストしていきます。で、毛先もこれぐらい入ってるんですね。やっぱり予測してた通りスピードと GMT でちょうどいいぐらいの設定だったかなと思います。はい、まあこれぐらい入ってます。で、根元がしっかりかけてるんで綺麗にリッチが出ると思いますね、毛先と長毛。で、今のかかり具合は、ロット2個分、わかりますか。テストはロット2個分なので、こちらロット2個合わせたぐらいのロットの大きさ、今一応出てるんですけど、ちょっと危ないなっていう感じもするんですよね。
なんかちょっと危険だなっていう気もするんで、ちょっと3分ぐらい置こうかなと思います。で3分でもうすでにかかってるんですけど、3分はちょっと置きたいなと思うんで、ここから3分間の放置をします。で3分放置して、もうノーチェックでいきます。で3分チェックした時点でシャンプー台で、今日ちょっとシャンプー台取らないので、シャンプー台でやることは、とりあえず、浸透剤をつけて、水の出入りをしっかりします。そして水の出入りをしっかりしたら、まずお湯がね、たっぷりこう髪の毛髪内部に行くような感じで、しっかり中間水洗をする方法があるので、それでします。で中間水洗したら、また、浸透剤つけて、また中間水洗をしつこくします。でそしたら乳液を今度も塗布していくんですけど、で乳液を塗布して、ちょっと今日は時間を置きたいので、席に1回戻ってきます。でそこで乳液塗布してから時間をちょっと7分ぐらい置いてアウトで終了って形になります。でその後カット入るんで1時間で終わります。もう全然多分かかってるけれども、ちょっと心配なのでもうちょい置きます。モデルさん取れそう、取れるって言ってたので、多分乳液が中途半端だと取れそうな気が、もうかかってはいるけど、なんでちょっと乳液はシャンプー台放置じゃなくて石放置してやっていきます。はい、パーマかけて、パーマ1時間でかけて、あとカットはまあちょっとニュアンス整えたぐらいなんですけど、でここからちょっと乾かしていきたいと思います。で今回使ったのが、こちらのヘナジェルですね、フレッシュヘナジェル、こちらの方でスタイリングができます。でこれのポイントとしては、なんて言うんだろうな、なんかそのまま寝れるぐらいの感じなんですよね。でスタイリング剤じゃないので、基本的にヘナのトリートメントなんですけども、こちらの、フレッシュヘナジェルプラス、こちらの方でパーマのウェーブが出せます。なんでワックスとか、ムースとかそういうの一切使わないで、トリートメント剤だけでスタイリングができるんで、かなりおすすめかなと。スタイリングしながらトリートメントができちゃうっていうような感じです。はい、まだこれ発表されてないのかもしれないですけど、こちら朝倉フードの、エアレスドライヤーっていうやつなんですけども、これですね、これ伸び用に作られてて、で、伸びに合体できるようになってます。でこれが、風がですね、あまりこう出なくて、でこの中の、パネルにですね、熱が溜まるようになってるんで、すごく早く乾くっていうのと、簡単にウェーブがその状態をキープできるんで、時間効率だったりとかですね、あとアイロンとドライヤーの中間というか、ここに熱がね結構溜まってくれるんですね、いい感じに。で、風が出ないので、そんなに結構作業じゃないな、仕事が早くなります。で、一応ですね、これ今ね、このロビーがちょっとパワー強いんで、600ぐらいでちょっとやってみたいと思いますね。やってみます。このような感じで、乾かせることができます。でこれが、結構このですね、この中に、かなり熱がたまるんですけども、特殊加工のプラスチックを使ってて、
こういうふうに使っても大丈夫な加工になってるんですね、これ自体が。はい、かなり使いやすいので、もし気になる方はこちらの方にちょっと書いておくのでお願いいたします。はい、今日も撮影が終わりました。はい、今日も夜遅くまで、かかってしまったんですが、またハイヤマカシのチャンネルを、見てください。で、薬剤だったりとか細かい詳細に関して、は、ブログの方で、公開してますので、そちらの方を見てください。また明日か分かんないですけど、 YouTube 見てください。ハイヤマカシ YouTube でした。どうも。ではバイバーイ。バイバーイ。